半方向属性は、π電子系中に 4N 個の電子が存在するためより、高いエネルギーを有する環状分子の特性である。ヒュッケル則に従い非常に安定な方向属化合物とは異なり、半方向属化合物は非常に不安定かつ非常に反応性が高い。半方向属性の不安定性を避けるため、分子は形状を変化させ、非平面となり、故に一部のπ相互作用が壊れる。方向属化合物に存在する半磁性間電流と対照的に、半方向属化合物は常磁性間電流を持ち、これは NMR 分光法によって観測することができる。半方向属化合物の例 A、ペンタレン B、ビフェニレン C、シクロペンタジエニルカチオン半方向属化合物の例としては、ペンタレンやビフェニレン、シクロペンタジエニルカチオンがある。半方向属性の典型的例であるシクロブタジエンは議論のテーマであり、一部の科学者らは、半方向属性はシクロブタジエンの不安定化に寄与する主要な因子ではないと主張している。シクロオクタテトラエンは半方向属性に起因する不安定化を避けるために非平面幾何構造を取る分子の例である。もし平面構造を取れば、環状に単一の8電子π系を持つことになるが、シクロオクタテトラエンは、代わりに4つの個別のπ結合を持つボート型配座を取る。半方向属化合物は単寿命の場合が多く、実験的に研究することが困難なため、半方向属不安定化エネルギーは、実験よりもシミュレーションによって、モデル化されることが多い。半方向属性に関する IUPAC の基準は以下の通りである。分子は環状でなければならない。分子は平面でなければならない。分子は間内に完全な強弱π電子系を持たなければならない。分子は強弱π系内に 4Nπ 電子を持たなければならない。この4番目の基準が方向属性と異なる。方向属分子は強弱π系に 4N+2π 電子を持ち、故にヒュッケル則に従う。非方向属化合物は環状でないか、平面でないか、間内に完全な強弱π系を持たない。平面の関係を持つことは、強弱π系を作る p 軌道間の重なりを最大化するのに必須である。これが、なぜ平面の環状分子が方向属、半方向属分子の両方の鍵となる特徴で、あるかを説明する。しかしながら、現実には、その構造を単に見て分子が完全に協約しているかどうかを決定するのは困難である。時に、分子は歪みを和らげるために変形し、この変形により、協約が損なわれる可能性がある。故に、ある分子が本当に半方向属かどうかを決定するためには、さらなる努力が必要となる。半方向属化合物の半方向属性は、動力学的、熱力学的に証明できる。後で述べるように、半方向属化合物は、例外的に高い反応性を有する。半方向属化合物は、環状強弱π電子系のエネルギーを測定することによって、熱力学的に評価することができる。半方向属化合物では、分子の強弱エネルギーの量が適切な対象化合物よりも、顕著に高くなる。現実には、半方向属であると断言する前に、半方向属の可能性がある化合物の構造を徹底的に解析することが進められる。問題になっている分子の実験的に決定された構造が存在しない場合は、計算解析を行わなければならない。対称平面配座からの変形を評価するために、様々な幾何構造について、分子のポテンシャルエネルギーを綿密に調べなければならない。論文である分子が半方向属であると発表されたが実際には違っていた複数の例が過去にあるため、このような手順が推奨される。これらの分子で最も有名なのはシクロブタジエンである。半方向属化合物における電子の非極在化に由来する常磁性間電流は各磁気共鳴によって観測することができる。この間電流により、間の内側の角は半遮蔽、間の外側の角は遮蔽される。シクロドデカヘキサエンは、間の内側と外側の両方にプロトンを持つのに、十分なほど大きい半方向属炭化水素である。非方向属アルケンのプロトンの化学シフトが通常を 4.5 から 6.5ppm なのと比較して、アヌレンの管の内側のプロトンの化学シフトは 5.91ppm、外側のプロトンの化学シフトは 7.86ppm である。この効果は対応する方向属化合物のシフトよりも低い度合いである。多くの方向属及び半方向属化合物は分子が小さく管の内側にプロトンを持てないため、化合物が方向属か半方向属か非方向属かを決定するのに有用な内側のプロトンの遮蔽効果や反遮蔽効果を観測できない。各非依存的化学シフト解析は方向属あるいは半方向属性を予測するために関係の中心での遮蔽を計算する手法である。負のニックス値は方向属性を、正のニックス値は半方向属性を示す。論文上で半方向属性を示すと見られる分子の例は多数あるものの、実際に半方向属である分子の数はかなり少ない。ヘキサデヒドロ、アヌレンペンタレンはこの数十年実験的、計算的によく研究されてきた半方向属化合物である。ペンタレンは2環性、平面8つのπ電子を持ち、半方向属性の IUPAC による定義を満たす。ペンタレンのジアニオン及び自家チオン状態はヒュッケルの 4N+2 π電子則に従うため方向属である。類塩のアヌレンと同様に、ヘキサデヒドロアヌレンも半方向属である。ヘキサデヒドロアヌレンの構造は AB 日を計算や密度半関数法によって研究されており、半方向属であることが確認されている。シクロブタジエンは古典的教科書で見られる半方向属化合物の例である。シクロブタジエンは従来平面環状であり 4N 強弱π電子系を持つと理解されていた。シクロブタジエンしかしながら、シクロブタジエンが真に半方向属であるかには長年疑問が呈されており、近年の発見は半方向属ではないことが示唆されている。シクロブタジエンは非常に不安定であり、これは当初半方向属性によるものであるとされていた。しかしながら、シクロオクタテトラ塩など、類塩の 4N π 電子系を持つ分子にはこれほどの不安定化はなく、シクロブタジエンの場合は他の要因によるものであることが示唆されている。シクロブタジエンに見られる極端な不安定化は角歪みやねじれ歪み、パウリ反発の組み合わせによるものであることが明らかにされている。また、シクロブタジエンの形状は正方形ではなく長方形であることが明らかになっている。これはシクロブタジエンが非極材化したπ電子を持っていないことを意味する。オケ型ファイザのシクロオクタテトラ塩当初は半方向属であるとされていたが実際にはそうではない。分子のもう一つの例はシクロオクタテトラ塩である。シクロオクタテトラ塩はオケ型ファイザであると推測されている。平面ではないため 4N π 電子を持っていたとしても、これらの電子は非極材化や協約をしない。故にシクロオクタテトラ塩は非方向属である。ありがとうございます。